日本の中にとっては非常に貴重な選手ですね。そうですね、はい、そしてそのマルコス選手がセッター対角の形ですね。そうですね、はい、ただ、大事なのはですね、このチームを見ますとね、はい、やはり越川君みたいな21歳の若手、あるいは、まあ、ベンチにまだ入って出てきてない、昨日は出てこなかった柴田恭兵、北島選手と、はい、あるいは、まあ、育ってきた山村光太君、2メートル5センチありますよね。そうですね、そして岸本君、はい、こういったね、楽しみの、あ、出てきますね、今岸本選手、はい、まさに捉えています。山村の顔もあります、はい、さらに越川、はい、そしてこの選手が、まあ、1人しかいないんですけどね、セッター、友永、はい、友永選手は昨日は非常に伸び伸び戦ってましたね。もう満点でしたね。8番がキャプテンマークついていますが、荻野選手、昨日の先発ローテーションと同じようですね。1番斉藤、2番が杉山マルコス、6番が岸本、12番が山村光太、17番に越川優、18番セッターの友永、リベロがベテランの妻狩選手です。ちなみにインドネシアの方が5番がキャプテンとなります、サンロソ、8番がルディ、11番にアンドリ、12番がジョコ、14番にブリアン、16番にザイヌディン、そしてリベルが13番ストノとなります。さあ今第1セット戦いが始まりました。誰を使ってくるか、ライトからいきなりマルコス、しかし上げています。この後ブロックも注目していきましょう。昨日はブロックポイントも多かった、ワンタッチその後拾えない。さあ前田さん、改めてですが、はい、この対戦相手インドネシアとの戦い、どんなところ日本が具体的なところですね。まあ、インドネシア昨日勝ってですね、自分たち、はい、波に乗ってくるはずですよね。したがって1セット目からきちっと相手の攻撃を、もちろんブロックも含めて、はい、それと同時に中途半端な攻撃をしないということですね。これブロック、先ほどからブロックかけた後拾いきれませんね。そうですね、ちょっとタイミングがずれてるのと、ブロックの姿勢がちょっと後ろに体重がかかってるということですね。今吸い込みの形になりました。画面が斉藤、2メートル5センチあります。まあ、立ち上がりが2-0リードしているのがインドネシア。ここで杉山マルコス、昨日も日本最初の得点はこの杉山マルコスでした。2-1となります。そのマルコスの注目もサーブもそうですね。そうですね、この5番の選手がキャプテン、サンロソです。ジャンプサーブになります。ぐんと沈んでくる。しかしボールの勢いをよく殺す、いい形です。その上ワンタッチはないか、今しかしワンタッチを意識して打ってきている、ね、インドネシアもね、オーソドックスなバレーですけれども、はい、決して侮れないですね。そうですね、バレーとしてはきちっとした、もう自分たちの型に入ったバレーやってますね、はい、ジャンプサーブ、ネットにワンタッチありましたが敵コートに入っています。これはフェイント、しっかりつまがりが上げる、これもフェイントしっかりついています。オープンの、いや、センターから、これもブロックにかかって、ちょっとその後リバウンド危ないところ、バックアタック、あえて勢い殺しました。さあ長いラリーが続きます。これはブロック先行していました。高い、越川か斉藤か、越川選手ですね、ですね、はい、ストレートを止めましたね。杉山マルコスのサーブが続きます。これもジャンプサーブ、勢いがあります。前田さん、まあ、前回のワールドリーグの時は、はい、まあ、非常に高いチームも相手が多かったのもあったんですが、ジャンプサーブあえてこう控えてましたね。フローターサーブが多くて、上田監督がですね、やはりあまりこうミスが多い、まあ、アテネオリンピックの時には彼と私もずっと一緒に行動してですね、私は女子見てたんですけれども、やはりサーブのダウリ、いわゆるミスですね、サーブのミスが多いためにバレーがリズムに乗れないチームが多いと、あ、なるほど、いうことで彼はやはりそれだったらばフローターで相手を動かしてコントロールするバレーのサーブを打ちたいんだというのが、まあ、彼のまず第一歩だったですね。ここはクイックも使ってきます。インドネシア16番のザイヌディン、UAE 戦はスパイクで10ポイント上げています。個人で、いやね、インドネシアはね、伸び伸びやってますね。そうですね、そうさせると怖いチームですね。あ、もう1セット目これじゃいけませんよ。実は前田さん、このインドネシアもコーチングされたことがあると。1年半ジャカルタで見ましたですね、その時は男子と女子両方のナショナルチームを、そうですか、はい、指導させていただきましたけど、今回はどうですか、その時のメンバーは。今のところね、これメンバー表見てもいないんですね、もしかするとこのストノというね、はい、リベロ、
13番、はい、彼あたりが補欠でいたかもしれません。あ、そうですか、はい、そのストロー狙い撃ちしました。これでいいですね、日本はもっとね、ちょっとこう躊躇しながらスパイクを打ってるという感じがするんですよ。したがって自分の好きなところを思い切って打っていいと、なそういう気持ちでいった方がいいでしょう。今もストレート岸本が思い切って打ち込んでいきました。初戦ベトナム戦はスパイク10ポイント上げています。その岸本、クイックはない時間差、手前からでした。マルコス、これは拾いきれません。でも得点としては焦っているんですね。そうですよ、ね、インドネシアさっきも言いましたよ、オーソドックスなバレーですけどね、はい、ミスの出ないバレーやってますね、うん、したがって冒険はあんまりしてこないけれども、それが功を奏してますね、うん、ここもぐーんと沈んでくる形、ここは時間差で、うん、レフトから、これは高い高い、そうですね、はい、ブロッカーの遥か上決めてきました越川優。でちなみに昨日の初日のベトナム戦はチーム最高の17得点を挙げています。スパイクで12ポイント、ブロックで3ポイント、そしてサービスエース2ポイント。その越川のサーブ注目です。うわ、これも崩されてますね。さあ誰を使う、クイック、あ、うまい、クイック決まりました、さすがに高い、昨日も A クイック C クイックが多かったですね、はい、それとはトスを上げた友永君がね、やはりその前に越川君レフトに上げた、今度はセンターでと、はいはい、いうことで相手のブロッカーを動かしてますよね。うん、7対6となります。全日本が1点のリード、ご覧いただいているのが第1セットです。さあこの後ブロック注目しましょう。早い、上げている、上げてますね、この後は届かないか、ない7対7、うん、しっかりとインドネシアも食い下がってきています。いやこのね、A クイックも高いですよ。高いですね。ザイヌディン191センチ、身長自体もあります。最高到達点もスパイク346センチ。ザイヌディンのサーブ。マルコス、ちょっと短かったが、マルコス自ら行きます。トーンと落としていく、決まった。ここはうまさも見せました。さあ、第1セット、最初のテクニカルタイムアウトは全日本となっています。夢の数だけフライトがあります。ユナイテッドがお連れしましょう。ユナイテッド、 It's time to fly。 ウエタジャパンがアジアの頂点へ向けタイへやってきています。第13回男子バレーボールアジア選手権大会、インドネシアとの戦いです。第1セットはここまで8対7、リードは全日本です。このオープンのトス、ブロック3枚ついています。ブロックポイント。さあ解説の前田さん、はい、とはいえ得点自体は決してこう安心できる点ではない、うん、そうですね、ただね、今珍しくインドネシア、まあ、いわゆる我々の言葉で言うとつまらないミス、はい、何でもないボールをネットにかけてしまいましたね、ここら辺でねインドネシアが崩れてくると日本はやりやすいんですけどね。上げています、友永よく体入れました、決めた、いや長いか、アウトです。9対8、今のはもうマルコス選手がっかりする必要ないですね、あまりにも綺麗に打ちすぎたんですね。そうですか、はい、さあサーブが8番のルディ、昨日はサービスエースも得点1本あります、うん、やっぱり強いですね、崩れています。うん、ここででも思い切り打ってきますね、はい、タッチもない、9対9、追いつきますインドネシア。やはりちょっと故障をしてたということで、練習いわゆるスパイクの打ち込み数本数が足りてないのかもしれません。ははとなるとちょっと長い戦いで疲労たまると怖いですね。あ、そうですね、まあ、しかしこれはサーブがネットにかかって日本のポイントとなります。10対